えー、お疲れ様です、ナミさん。メッセージありがとうございます。そして動画の方もね、送っていただきました。えっと、まずね、あのメッセージの方から返信させてもらいますけども、吉谷さんの方にはプレゼント、届けることができて、本当良かったなと思いますけども、何を隠そう私はね、送ってないというね、この不届き者目ということになりそうですけども、あえてタイムラグをつけて、忘れた頃に送っちゃおうかなと思っております。私のお送り商品、お送りする商品は、金麦研究所っていうのがありますから、金麦をね、 ちょっと送ってみようかなと思ってるんですね。まあ、あの、ネタでも使ってくれると思いますしね。はい。で、えっ、ー、と、ナミさんもね、お疲れのところ、いつも深夜に動画を送っていただいてるんですけども、今回の動画は、あ,あれですね、堀江文さんのスマホならなんとかかんとかってやつですね。まあ、そうなんですよ。あの、スマホが出てきて、ものすごく作業効率が良くなったんですよね。作業効率が良くなったから、実はスマホを使う時間すら、私はほとんどなくなってきたっていうことなんですよ。だからね、 すごくね、時間から解放されたなとは思うんですけども、でも逆に、スマホがあることによって、常にね、スマホの画面をチラチラ見なくてはいけなくなっちゃった人もいるんですよね。何なんでしょうね。私はスマホをちゃんと使えたと思いますし、情報の、その、まあ、呼吸のようにね、死者選択をできてるんで、ほとんど情報に左右されなくなったのと、あと逆にね、も、ま、の、あ、がわかんなくなりましたね。要するにジャンクって言って、 ちょっと寂しいことであるんですけども多くの人が楽しんでいる、まあ、コンテンツが全然頭に入ってこないんですよね例えばね、まあ、野球とかってのはね、まあ、多くの人が話題に出しますけども私全く分からないんですよだから良かったなと思います野球なんかにかかずらわっていたら自由な人生を送る暇がなくなっちゃうからなんですよで芸能人もう全く分かりませんねもう今何が行われてるのかね誰が結婚したのかうん 渡部がなんでトイレって言われてるのか分か,らな分かりません。まあこれはオーバーですけどね。分かりますけどね。<laughs> 分かってますけど本当はね。いやでもね、まあ分かんないですよね。芸能ネタとかね。今テレビで何をやってるのかとかね。そういえばこの1年、テレビで例の新型コロナなんとかってのを見た記憶はほとんどないんですよ。まあなんとなく、 頭に入ってくるものもありますけども、実はこれはね、熟成さんがこんなニュースがありましたってわざわざ教えてくれるから分かるわけであって、実際に私はテレビを見たりとか、それを焼き直した YouTube を見てるわけではないんですよね。総裁選はたまに見ましたね、今回はね。<laughs> 多くの人が興味がない総裁選は見てるというね。<laughs> なんか常に逆張りになってるような感じがしますけども。だからね、いちいち情報チェックしないっていうふうになりますね、逆にね。知らない方が、 人生がスムーズだなと思っっちゃったりねただね小ネタがなくなくっちゃうんですよ、ね、あの例えば人と関わった時に雑談ができないんですよでもそもそも人と会わないんで雑談もいらないというねそんなことになってますけども <laughs>、まあ、なかなか面白い時代でございますまああのナミさんはね接客業をされてますんでいろんな情報取らねばならぬところもありますしそもそもお客さんからお話を聞くことによって情報たまっていきますけども 私はねね人間関係はありませんので、ね、全く自分発信のものでしか全然こうインプットが得れないというあの朝ライブ放送やってますけども私の発信したネタに対して皆さんがどう思ってるかってことが入ってくるんでそれを元にまたアウトプットするという繰り返しなんでほとんど自家発電状態でございます <laughs> まあですんでねたまにね本でも読まないとなと思いまして本を読むんですけどもうん、まあ、本ってのはいろんな人の気持ちが書かれてますからね でもやっぱりねスマホ見なくなりましたねなんかねほとんど使ってないからもったいないとさえ思うんですよ何な,なんでしょうね,ね <laughs>、えー、ということでね今回も朗読の方おかげさまで聞かせていただくことができましたありがとうございましたそれではまたお会いしましょう